してさ、なんでこんな遅かったら出てくるの。すみません、筒香かと思ってたら、筒香かと思ってたんで、ちょっとお風呂入ってました。めちゃめちゃおわっね、今日スターティングメンバーでもなかったのに出てきたらホームランじゃないですか。でもたまたま降ったところにボールが来ました。そうだ、久しぶりですよね、見かけるのね、こっちで。そうですね、10日間、ちょっと甲子園で目にボールが当たってから、はい、ちょっと大丈夫ですか、目ちょっとまだ当たらない、まだ真っ赤な目なんだけど、ちゃんと球見えてますよね、ホームラン打っちゃったんで。じゃあ今日の試合入ってくるときどういう気持ちでしたか。まだスタメンじゃなかったのに。そうです ね、まあ、宮崎さんもああいう形でちょっと、後ろで痛い顔してたんで、なんとか、宮崎さんのためにも、チームのためにも、そしてファンの皆さんのためにも打ちたいなと思ってたんで、よかったです、最高の結果で。じゃあ宮崎さんがビンされてその時は何してたんですか。いや、しっかりベンチで戦況を見守ってました。では今日は今年のホームラン、はい、3本目ですよね。はい、でもこれから明日もまたありますので、今日やっと勝ったんで、はい、今日はね、彼のヒットからスコアが入ってガーンっていけたんですよね。じゃあまた明日もお願いしますね。はい、まあ、明日で、前半戦の区切りというか、ラストの試合なんで、なんとか、皆さんの声援に応えれるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、じゃあこっちで写真を一枚撮っていいですか。じゃあ行きますよ、下に降りてってください。そこで僕にマイクを渡してください。